LG エレクトロニクス LG オプティマス L-04C ドコモスマートフォンオプティマス社 L-04C は、LG エレクトロニクスによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末である。ドコモスマートフォンの端末。海外では多数のスマートフォンを提供している LG エレクトロニクスが初めて日本国内向けとして発売したスマートフォンである。 OS には Android 2.2を搭載し全面タッチパネルと日本で発売される Android 端末としては初となるスライド式のクワーティーキーボードを配した形状となるタッチパネルはフルタッチ式の静電式を採用しキーボードを閉じた状態でも利用することが可能となっているスライドを閉じた状態では正面下部に電話の発信ボタン、終わり話、ボタン ホームボタンのハードキーがあるほか、タッチ式のメニューキー、戻るキー、サーチキーを備えている。また、右サイドに音量調整ボタンがある。2010年秋以降高スペックスマートフォンを投入してきた NTT ドコモでは、本機種をスマートフォンのエントリーモデルとして位置づけており、画面解像度や CPU 等のスペックや機能を抑えることで販売価格を低く抑えている。 初心者でもスマートフォンを使えるようにユーザーインターフェースもドコモ携帯のメニュー構成が反映されている。また通常のアンドロイドやサードパーティー製のホーム画面に変更することも可能。背面カメラはソニー製の有効300万画素シーモスで顔追跡機能、オートフォーカス、手ブレ補正などがサポートされており、カメラの操作や設定はタッチパネルのみで撮影可能となる。 GPS や国際ローミングサービスであるワールドウィング、ブルートゥースに対応している。またモーションセンサーに対応しているため直感的な操作やアプリケーションの利用が可能となる。フォーマーハイスピードでは下り最大 7.2Mbps、上り 2Mbps、Wi-Fi は IEE802.11bitG が対応している。なおシムロック解除を行って、 海外で使用する場合、NTT ドコモは 3G850MHz 帯が使用できると説明しているものの、キャリアによっては周波数帯が微妙に異なり、3G にならないことがある。フラッシュプレイヤーには対応していないが、HTML5 には対応している。メールは Gmail や POP、imap のメールがサポートされているほか、SP モードアプリがプリインストールされている。 gmail は複数アカウントでプッシュメールが利用できる。また音声入力にも対応している。Android 用のアプリケーションマーケットである a Android マーケットが利用可能で NTT ドコモが提供するドコモマーケットからもアプリケーションをダウンロードができる。なおこれらの中で日本円に対応したアプリケーションでは携帯電話料金課金に対応している。 その他に30を超すウィジェットがプリインストールされている。LG On、Screen p h o n と呼ばれるメーカー製のソフトウェアを使用することにより、PC の画面上で L-A4C を操作できる。Bluetooth や USB を介して使用する。t の場合、2GHz 体を使用している等とその系列の MVNO のみ 3G でのデータ伝送ができる。d t o k は、 3G850MHz 帯を使用しているものの、本機では 2G でのみ、データ伝送が可能。ありがとうございます。